おはようございます。10月10日、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日でございますが、ドル円は148円の2010の買いから147の85にストップを置いて、148円の90、149円ちょうどで、利食いのイメージを作りました。実際1回148円の164アースクまで下落をした後、148円の66台まで上昇して、今また148円の34割まで下がってきております。ユーロドル 1.06-05.15 で売りから 1.0635 ストップ、 1.055545 利食い。ユーロ円157円の5060売りから157円の85ストップ、156円の7060利食い。ポンド円181円の6050で買いから181円の20ストップ、182円の2030利食い。タイドル 1.2205、 1.2195 で買いから 1.2165 でストップ、 1.22 の7585利食い。オージー円、こちらは94の8070買いから94の50ストップ、95の6070利食い。タイドルは 0.63、 7565の買い、 0.6340 ストップ、0.64 の5060利食い。ニュージー円89の2010買い、88の90ストップ、89の90、90円ちょうどで利食い。タイドルは 0.60 ちょうど、 0.5990 で買い、 0.5960 ストップ、 0.605060 利食いのイメージを作りました。まあ非常にですね、イスラエルとハマスの戦闘激化を背景とした、リスクオフで、下落している分と、ロングで捕まった人間の投げと、いろいろアメリカのですね、利上げ打ち止め感もあって、ドルが売られていると、それにつられて、円買いも起きているといった形で、クロス円も弱くなっている状況かなと思うんですが、ドル円に関しては、引きつけて148円の現状は15で買いを入れてまして、ストップは85で、あとポンド円は181円の今50で買いを入れております。オージー円は94の80で買いを入れております。ユーロドルが戻り売りで、ユーロ円も戻り売りでイメージをしておりまして、通貨によってはバラバラではございますが、朝方の、突っ込み売りは一旦切らされて、またもう一回下がった時に、148円台の前半が硬くなるかどうか、それを見ながらかなというふうには思っております。特に、イスラエルの例えばガザ地区での戦闘激化、完全に電気とかですね、食料とか、そういったものを今完全封鎖しているという状態で、相手がその完全に何て言いますか、町と言いますかね、そこが今ハマスが実効支配をしているところに全て供給を断って、相手をもう全滅させるつもりでやる地上戦を突入するのかどうかでございますけど、イスラエルとしては、非常にですね、納得のいかないような攻撃を受けたと彼らは感じているでしょうし、徹底して叩くという状態であれば、これがですね、さらなる例えば、イランを巻き込む、もしくは、アメリカを巻き込むことはないと思いますが、さらに、中東での、戦線が拡大してしまうという可能性も当然残っておりまして、非常に、今後注目をしていかなければいけない、そんなようなイメージがございます。本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単ではございますが、モーニングショットこれで終了です。